よろしくお願いいたします。おはようございます。おはようございます。さあ、A、シリーズ7勝いたしましてのポールポジションとなりました。けれども、さあ、今節移節間振り返って仕上がりの方はいかがでしょうか？えー、まあ、悪くないと思いますよ。いいと思います。うん、はい、あのちょっと気になるところも、インタビューの中で何度か出てきました。あ、そうですね。えー、まあ。でもここまで来たらあんまりそういうことは言ってられないんでね。はい。はい えー、いいと思います。はい。特徴を挙げるとすると何かありますか。うんバランスは取れてますね。はい。はい、気温が今日はぐっと下がってという中で、うんまあ昨日が暖かっかっただけでね。ええまあ対応はできていると思います。はい。はい。さあスタートなんですけれども、まあ数字だけ見ますと随分決まっているなという感じに見えます。いかがなんでしょう。うどうですね。まあ今日も決めたいですね。はい。はい、えー、それでは。 優勝に向けましてファンの皆様に一言お願いします。はい、えー、スタート決めて優勝したいと思います。応援よろしくお願いします。どうもありがとうございました。しえー、続きまして二号艇三住哲夫選手です。よろしくお願いいたします。さあ、今節はあの前回の優勝モードーを手にしてと三住選手がね。なりまして、もちろん注目も集まったかと思いますが。はい。 あの、なんとか、そうですね、昨日までは、なんとかその足を活かしてレースできたと思います、うん。はい。あの、プロペラも叩くかどうかっていうのを迷いながら、シリーズ。そうですね、はい。昨日はちょっと、今までの形じゃ、対応できなかったので、しっかり頂いていきました。えーえー、うん。今日は、では、また、調整して、し直してと。はい、そうです。あの、合っている状態で、いいところっていうのは、どんなところでしょうか。えっと、どっちかというと、やっぱ直線関係がいいですね。行き足から伸び関係がいいと思います。うん、乗り心地も悪くない。はい。 はいでは、あとはスタートになりますが、スタート、今節も決まってますかね、そうですね、はい、はい、さあ、今年は4回優勝されてという中で、今年あと2節、今日も含めて2節になりますけれども、はいあのなんとかチャンスあるんで、狙っってていいいきたいとはは思ってます、はいはいえー、それでは地元戦になります、優勝に向けての意気込みをお願いしますはいあのしっかりスタート、ビシっといって、優勝したいと思います、ぜひ狙ってみてください。ありがとうございました え続きまして3号艇の柳田秀明選手ですよろしくお願いいたしますよろしくお願いします、えー、本体の整備などもしながらというシリーズでしたけれども、はい、現状の船足いかがでしょうか中堅程度だと思います、うん、まだ横を言うと欲しいところではあるとそうですねいい人に比べるとちょっと見劣りするような気がします、うん、どの辺がちょっと気になりますかスタートの足ですね、うん、ちょっとスタートコンセプ難しいなっていうのはその辺ですかね、うん、そうですね 反対にいいところもありそうですよね。まあターン周りはガうじていいと思います、うん。今日冷えてきました。もうずいぶん昨日とんど違いますけれども。そうですね。まあでも大丈夫だと思いますよ。うん、まあただまあ優勝戦ということになりまして三号艇の位置、はい、どんなイメージでしょうメンバー見ながら。まあ悪くない位置だと思います。うんまあ、スタートね難しい中でということですけれどもいかがですかこの優勝戦に向けては。そうですねあの特訓してみて。 まあちゃんと切れそうだなっていう気はしました。うん、ではまあチャンスはあると。はい。はい。それでは優勝戦に向けてファンの皆様にメッセージをお伝えください。はい。不仲に絡めるように一生懸命頑張ります。応援よろしくお願いします。いますえ続いては四号手渡辺英智選手です。よろしくお願いいたします。お願いします。 さあ、えー、今節ちょっと道中しのいでというレースも前半あったような気もしますが、現状はどうですか。えー、少しはあのエンジンの力を引き出せていると思います。なるほど。はい、まあちょっとねこの前評判というのが随分あったようなんですけれども。はい。うん。まあそれはもう置いておいてという感じですか。そうですね、はい。うん、現状は足の特徴いいところっていうのはそれは具体的に。いや特別目立つところはないですけど、うん、まあやっぱこの六人に入るとあ、はい、まあ普通ですかね、うん、はい。ただ あ戦えるような感じにはなっていると十分レースにはなると思います。はい、え今日はね気温ずぐっと下がってますけれどもこの辺いかがでしょう、えーはい。気温が下がってくれた方が、うん、足が良くなるんじゃないかなと期待しています。なるほど。チルトもあの節間変えてきて昨日はゼロ。はい。あの四日目からゼロにしてからあの足は上向いてると思います。はい、さあスタートですけれども見え方はいかがでしょうか。えー、ダッシュから行くと。 関より届いてないんで難しいですね。はい。まあ四号艇という位置ですから、まあこういうイメージというのはどんな感じになりますかね。えー、スタートはちょっと難しいですけど、うん、今節取った一着二本が四コースから行ってるんで。なるほど。四コースから行きたいと思います。いい位置ですね。でははい、はいえー。それでは優勝戦に向けまして一言お願いします。はい。あのスタート集中して優勝目指して頑張ります。 続きまして五号艇の堤上る選手ですよろしくお願いいたしますお願いしますさあ堤選手も今節あの注目の一つのモーターということでそうですねはい、はい、序盤からいかがですかあの勝率がある割にはちょっとあまり動いてなかったような気はしたんですけれども、えーえー、まあ力強さは十分にありますよくなってきたとそうですかねはい、うん、足の特徴なんかはありますかいやあのバランス取れて中堅上位はあると思いますはい さあえー、5号艇という位置になりますけれども、ちょっと遠めですが、いや、でもここはあの、外でも結構いけると思うんで、大丈夫だと思います、はい、匠シリーズになりますけれども、今節は、まあ、メンバーの中では、若手とまあそうですけど、はい、まあ、水面に出たら、思思いいいいっきりレースしたいと思いますはいえー、それでは最後にファンの皆様に一言、お願いいたします。はい え一、ー、マークでいい展開をついて、ええー、船木に絡みたいと思います。応援よろしくお願いします。ありがとうございます。続きまして、六号艇、竹上慎二選手です。よろしくお願いいたします。お願いします。さあ、昨日は準優勝戦後、二ってという場面がありまして。そうですね。はい。はい、自力での六号艇、手にしました。さあ、えー、足としては、そういったレースができるような雰囲気になっていると。もう乗りやすさはありますね。はい、足の方はどうでしょうか。 まあバランスは取れてるんですけど、ええ、上位と比べたらちょっと弱い部分があるんですけどねまだちょっと上積みを狙って調整し続けますかいやまああの上積みを狙ってもそこまでいくとは思えないんで、ええ、まあ乗りやすさをまだ追求していきたいと思いますそして自分のレースを中で決してと、ね、はい、はい、スタートですがいかがでしょうかあーっとまあ だいたい平均してるんですけど自分ではもうちょっと突っ込んでるつもりなんですけど行ってないんでん難しいですね難しい、はいまあ、あとは集中して、まあ、ここは遅れないように、ねはいはい、展開を捉えるような足はありそ,うですかそれはあります、はいはい、それでは優勝に向けましてファンの皆様に一言お願いします、はいえー、年末ジャンプはまだ火曜日,火曜日まで時間あるんでその前に今日う12レス6音で勝ってみてください頑張ります 頑張ってください。ありがとうございました。